はい、リーナ待ってて。前出てくる。前出てくる。うん、少し出てくるようになってね。はい、リーナ、オッケー。前出てくる。そう。うん、前出てくる感じ、少しずつ出てきたよ、リーナ。はい、はるか待っててね。2、1。もうちょいしっかり荷重しな。1、2。体開いてる。こっちの腰、右腰開きまくり。待っててね、はるか。1、2でしっかり前出てくる。よし、はるか前出てこれようになってきたよ。前に。はい、体調 OK。 そうそうそう。はい、ちょっと待ってて。よし、体調良くなったよ。こう腰がぐっと前出てくる感じ、少し出てきてるよ。ちょっとポジションが後ろだけどな。腰の向きは結構良くなったよ。はい、ゆうすけ、打ち腰。ゆうすけ、外股関節が伸びてるな。これもうちょい縮めていかないとダメだな、外股関節を。前に来る感じは出てるけど、内足乗りすぎ。なんだ、足のばらつきが。そのバルつきなくさないとダメだ、リーサ、これ。はい、前に出てくる感じは OK。 ちょっと肩が開いちゃってるな。もうちょいコンパクトに構えればいいかなと思うけど。リーナだいぶ良かったんだけど、もうちょっと内足ちゃんと使ってね。少し内足立ってるからさ、あの前に出てくる感じは少しずつ出てきてんだけど、ちょっとやっぱ内足が立っちゃって腰の向きが決まりきってないから、しっかり内足使ってやってきてみて。いいね。はい、スタート OK。 アイリー、アイリーももうちょっとコンパクト気味に構えてさ、そう、リナぐらいコンパクト気味に構えて、行くことによって腰の開きがなくなってくるから、少しね、やっぱ手の構え広すぎて肩が開いて、それと同時に腰も開いちゃってるから、少しコンパクト気味に構えて腰を前に出しながら。はい、アイリー。はるか、腰の向き結構良かったんだけどさ、スキーのテール側、後ろの方ね、後ろの方はあんまりやっぱりザーッとずらさないようにしっかり意識してごらん。前に出てくる感じは出てきてるよ。はい、いいよ。太一、結構良かったんだけどさ、もうちょっと内腰高くだ。腰の向きとかすごい良かったから、しっかり外スキー乗るように内腰を高く保つ。で、少しポジション後ろだぞ。もう少し前にね、土踏まず部分から真上にしっかり体があるように意識してごらん。はいよ。はい、太一。こっちはいい。
こっちだ。ゆうすけ、まだ内足乗ってるよ。外股関節、外のブーツの真上に体があるぐらいの意識でやってごらん。よっ。こっちはいい。ああ、まあ少しさっきよりは良くなった。さあ次は誰かな、リーサかな。村上です。はい、村上さん、前に突っ込んでくる感じは結構良かったんですけど、少し構えが広い。そうそうそう、それぐらいで、そうそうそう、それぐらいでいい。あれ、もうちょい内足が使えれば結構いいけどな。うん、腰の向きいい。ちょっと急ぎすぎ。もうちょいつなぐ意識を持つといいかな。はい、リーサー、曲がりすぎだ、リーサー。2、ぶつかるなよ、リーサー。出るタイミングが悪いです、リーサちゃん。手もっと前出せ、リーサ。もうちょい手前出していけるといいな。はい、リーナ。うん、はい、太一。引っ張らない。体は回んなくなったな。はい、村上さん。はるか、ちょっと待ってて。あ、ちょっと慌てすぎ。スキーにもうちょいやっぱついてった方がいいな。少しばらつきが、上半身のばらつきが結構ある。はるか、右手クロールしてません。はい、ちょっと待って。はい、たまちゃん、ちょっと待ってね。はい、リナ、だいぶ良かったけれども、あれで
しっかり打ち越しを高くしていくよ、中盤から後半にかけて。目線は結構良かったよ、あの感じで。もう一丁よ。体はだいぶ回らなくなったから、あの意識で、でターン方向をしっかり向きながら切り替えてごらん。ターン方向を向きながら、いい、目線が近いよ、ちょっと。なんだ急に浅くなった。はい、はるか。はるか、左手しかクロールしてなかったよ。右手もしっかりクロールしてごらん。いいね。よっ。ふふ、迷子になってる。たまちゃんいいね。あ、足元が硬すぎて、これ見たことなくて、まあ、で、あの、なんだろう、スパッと見たことない。はい、リーサー。リーサー、スタンスだよ、スタンス。もうちょっと。お。あ、でも重さは出てくるようになってきたな。もうちょいやっぱ腰が前に出てくるといいかなって思うんだけど、目線もうちょい上げてごらん。しっかり目線しっかり上げて、次のターン方向をしっかり向きながらね、向きながら切り替えてくる。いい、その意識持ちながら来て、で体回さないぞ。はい、どう OK です。で、もうちょっとやっぱり足のばらつきをなくしたいので、ついていくのは今の感じ。ターンの切り替えは指から、そういうイメージ持ちながらもう一本行ってみましょう。もう一丁ビデオ撮るのでちょっと待ってください。はい、 OK、 どうぞ。はるか、右手出す左手出す右手出す左手出すをもうちょいはっきりやってごらん。できるよ。はい、いいぞはるか。反対じゃない、はるか。まあでもいっか、ポール滑りにはこういうポジションでいくか。せーの、ここここここ。
はい、たまちゃん、だいぶ仕上がってきております。少し外向きすぎだよ。もうちょいターン方向ね。スキーの前後差あるぞ。はい、はるか、もうちょい滑らかに入れるといいけどな。はい、村上さん、急がない、慌てないで。ほら、急に返すと今みたいなミスが起きるので、しっかりつなぐ、ターンとターンをしっかりつなぐ。はい、アイリー、足を上げたり開いたりしない。だいぶターンとターンつなげるようになってきたけど、もうちょい滑らかにターン入るよ。チャンス、もうちょっと1点にしろ。対地、あ、ユウスケいいね。ちょっと姿勢が悪い。もうちょい目線と胸を起こす。うん、リナ腰開かなくなったわ。よし。